ごきげんよう。漁港都市 A 地区のオポロ無限よ。今回の動画では、声優、花森ゆみりさんについて紹介するわ。それでは早速始めるわね。最後まで見てくれたら嬉しいわ。漁港都市 A 地区。花森ゆみりさんは、1997年9月29日生まれで、神奈川県出身で、主な出演作品はこちら。アンハピより、花小泉アン。灼熱の卓球娘より、つむじ風子より。魔法少女育成計画より、ネムリン。ゼロから始める魔法の書より、ゼロ。ゆるキャンより、鏡原なでしこ。転生したらスライムだった剣より、シズ。笑顔の大花より、勇気ソレイユ。ありふれた職業で世界最強より、八重樫しずく。花森ゆみりさんは、2013年に声優としてデビューしているのだけれど、同時期にデビューしている声優さんには、こんな方たちがいるわ。高橋理恵さん、田中あいみさん、伊藤美久さん、千須賀遥香さん、などが同期にあたるわ。花森ゆみりさんが声優を目指したきっかけは、深夜帯のアニメを見始めた中学2年生の頃に友人に、声優になれるよと言われたことなの。花森ゆみりさんの代表作といえば、やっぱりゆるキャンのなでしこよね。昨今のキャンプブームの火付け役と言ってもいいくらい、影響力のあるアニメだったし、花森ゆみりさんの名をさらに世に広めた作品であることは間違いないわ。無限の中では、間違いなく2018年アニメの中で一番ヒットしたアニメだったの。あ、でも、よりもいもなくほど良かったしな。一番なんて決められないわ。5本。花森ゆみりさんは、ゆるキャンの仕事をするまでは、キャンプに興味があったというわけではなくて、ハードそうというイメージの方が強かったのだけれど、ゆるキャンを通して、キャンプって気軽に楽しめるものなんだ。キャンプって面白そう。と思えるようになったの。そしてなんと、マイテントを購入したの。うん、うん、わかるわ。その気持ち。無限もゆるキャン見てキャンプしたくなった口だもの。テントはゆるキャンのソロキャン企画動画で使ったテントの色違いを購入したみたいだから、おそらくこれの色違いね。なでしこカラーの赤っぽいやつを買ったのではないかと、無限は推測しているわ。花森ゆみりさんが、二人は入れるテントを購入したと知った、シマリン役の遠山奈央さんが、連れてってと便乗しようとしているのだけれど、まるでリアルなでしことシマリンのようね。で、なでしことシマリン、立場逆状態じゃない。そんなゆるキャンパー花森ゆみりさんの人柄はというと、17歳の頃のインタビューで、稲妻イレブンの遠藤守や、ポケモンのサトシのようなまっすぐでどんなことがあっても前に進めるキャラに憧れると答えているのだけれど、それから4年ほど経ち、花森ゆみりさんは、はやみんこと声優の早見沙織さんに、笑顔が可愛く、熱心で、よく考え真面目で、活発な人、と称されているの。昔から憧れている、遠藤守やサトシのように、まっすぐで熱い、アニメの主人公のような素敵な女性に成長したのね。同じく声優の遠山奈央さんからも、向上心あって、よく考えるしっかり者で、太陽みたいな笑顔と明るいオーラがある人、と言われていたわ。ちなみに、花森ゆみりさんは、早見沙織さんのことを、声で人の心を清めることができる女神様、と称しているわ。激しく同意ね。過去5年に遡って、花森ゆみりの注目度の変化を時系列でまとめて分析してみたわ。要はトレンド調査ね。縦軸が注目度、横軸が時期、数値が注目度指数よ。花森ゆみりについて、インターネットでたくさん調べられた時期ほど、注目度指数が高くなるわ。まずは、2番目に注目度指数が高いこの時期についてね。この時期に何があったのかというと、アイドルマスターシンデレラガールズのキャラクター、シュガハのキャラクターボイスを花森ゆみりさんが担当することが正式に発表されたの。アニメに限らず、人気コンテンツのキャラクターボイスに選ばれるだけでも注目度が増すのね。これは、高岡のんさんや、鬼頭あかりさんの時もそうだったわね。
高岡のんさんと鬼頭あかりさんは別のキラーコンテンツのキャラクターボイスだったけれど、抜擢されたタイミングで面白いように注目度が跳ね上がっていたわね。そこについては高岡のんさんと鬼頭あかりさんの紹介動画で触れているからチェックしてみて。最後に過去5年で最も注目された時期についてね。この時期に何があったのかというと、ツイッターで何者かが花森ゆみりさんの妹を装い、花森ゆみりさんが彼氏と同棲していると思わせるようなデマ情報を流していたことで話題になった時期で、当然花森ゆみりさん本人や所属事務所からも根も葉もないデマ情報であると完全に否定しているわ。むう、声優さんに限らずだけれども、良くも悪くも有名になると、こういった迷惑行為に遭ってしまうのが、とても悲しいわ。それでは最後に、無限的ベストオブ、ゆみりんショットを紹介して、終わりにしようと思うわ。虚構都市 A 地区。どうだったかしら。笑顔が可愛くて、熱心で、よく考え、活発で真面目な花森ゆみりさんの、今後のさらなる活躍に目が離せないわ。今回の動画は以上よ。最後まで見てくれてありがとう。気に入ってくれたら、チャンネル登録してもらえると嬉しいわ。いいね評価、コメントも待っているわ。それではまた、次の動画で会いましょう。またね。